超えるな。Thank you.
やっぱりその小刀は幼い私を拾って育てたのはソハヤ州掟を守り、あやかしを借り続けてきた。ソハヤの刀が光を取り戻すとき、常闇を払い、亡者を清めると聞く。この手に残されていた唾が輝く道筋をようやく示した。みんな成仏できたみたい。松永断じを久秀、信長様の道案いに参じよう。ついでに家康殿へも加勢を求める早馬を。ふん、柄にもない真似を。あれはお味方ですから。あれは新狩りが追いついたぞ。秀吉め、ね、